お父さん見てて、できたよ。ごめん、ちょっと時間かかったから。お父さん今日一緒に行かない？2011年に彼らのお父さんであるアディウソン・ソーさんが、5月に、亡くなられたんですね。最後兄弟たちを、病室に呼んで、それでお父さんが自分のつけていた黒帯をサトシに渡して、で畳の上じゃなくてごめんねと。ごめんね、でもこれの黒帯であげたい、私の黒帯であげたい。それがサトシが黒帯になった日で、その数時間後にお父さんが亡くなったんです。彼らはもう競技から離れようというぐらい、すごいこう精神的に落ち込んでる時期があったんですね。ただそのお父さんの夢であった世界チャンピオンというのを彼らはもう一度見て、私の生活変わった、できたよ、本当にありがとう。今まで見るのはちょっと泣いてる。Tem noção da manhã que acaba com o branco, cara? Não tinha visto? Caralho. Ai, na perna do meu pescoço tá doendo. Satoshi Sensei, Gilberto no Katsu. Sure ga jibun ichiban ureshii. Ichiban ne irakon. お父さんは本当に苦労して貧しいながらにこの5人を育てた。朝はその貧しい子供たちにボランティア無料で柔道を教えて、で昼間は農作業をやったり大工仕事をやったりして、日雇いですよね、の仕事をして、で夜はアカデミーで生徒たちに柔術を教えて、でさらに深夜は警備員のアルバイトをして、それで生計を立てて、この5人の子供たちを育て上げてたんですね。彼らはやっぱりそのお父さんをずっと見てきてるので、柔術を大切にして、家族を大切にして、そして仲間を大事にする。本当にその愛にあふれてた人だと思うんですね。自分のことだけに考えるんじゃなくて、みんなが手伝うできるから、手伝ってがもう大事。将来の浜崎の相手。サト先生の試合が一番見たくなる。みんな先生のことが大好きなんで。おめでとう。